失踪する思春期のパラベラムは深見誠著うなじイラストのライトノベルファミツ文庫館家の事情で2ヶ月遅れの高校生活を始めた佐々木はじめとはつまらない部活ですという紹介文に惹かれて映画部の部室を訪れるしかしお妻に君にはすることがないと追い返されてしまうその帰り道 お妻の態度を誤りに来たしほどいたところを何者かに襲撃される。司法を助けるため一とは能力を覚醒させ、能力者たちの争いに巻き込まれていく。木戸高校のパラベラム、フライトは映画部として活動している。木戸高校のその他関係者、フライトは男子が時代劇研究会、女子がアニメ研究会として活動している。パラベラムを生み出し、 乾燥者に対抗する目的で作られた。バックには多国籍複合企業メルキゼで区がついている。生まれついてのパラベラム。覚醒した乾燥者は本当の名前を捨てるのが普通。女性のみ乾燥者になるが、思春期のうちに覚醒できなかった少女は徐々に体が赤化して最終的にゴミになって消えてしまう。パラベラムと乾燥者との戦争の観察期間。海戦には 夜景同盟の許可が必要だが、開戦前に前哨戦として実験戦が行われる。実験戦の結果を見て許可を出すかどうか審査する。乾燥者が人類を滅ぼした後、人類に代わって地球を支配する存在。見た目は人間と変わらないが、パラベラムから進化して生まれる。失踪する。 思春期のパラベラム ISBN47 億5772万9863失踪する思春期のパラベラム灰色領域の少女 ISBN978 から47億5773万3459失踪する思春期のパラベラムデイドリーム ISBN47 億5773万6819 失踪する、思春期のパラベラム新的爆撃 ISBN47 億5774万786失踪する、思春期のパラベラムこの世の人々が許し合うまで、あと1000億の夜 ISBN47 億5774万4803失踪する、思春期のパラベラムみんな大好きな戦争 ISBN40 億4726万924失踪する 思春期のパラベラム君に愛を、心に銃を ISBN40 億4726万8917。ありがとうございます。